江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本の漫画を読んで期待してがっかりした食べ物ということですね、スレッド上がっておりましたのでご紹介していきたいと思います。はい、何でしょうかね。じゃあくーちゃんお願いします。日本の漫画でラーメンを美味しそうに食べるシーンの登場頻度は一度や二度ではなく、そういうものを見て持っているイメージと比較して実際に食べてみた日本のラーメンはあまり口に合わなかった。店舗ごとに違いがあって、全部を食べて美味しくないと言ってるわけじゃないし、サンプルが足りないかもしれない。でも日本の有名ラーメン店の行列に30分ほど並んで3から4店舗ほど食べてみたけど、やはりどれも口に合わなかった。ああ、口に合わなかったね。別に渓谷人に合わせてね、作ってるわけじゃないからね。まずいって言ってるわけよ。美味しくないって言ってるわけじゃない。口に合わなかった。あなたの口に合わなかったのね。はい、あなたの感想ね。じゃあですね、こちらに対して、渓谷の反応見ていきたいと思います。はい、1人目。日本人がよく食べてるご飯というだけだろう。美味しいには美味しいけど、別に特別なものじゃない。だから漫画に出んじゃねえの。それは日本人にとってのソウルフードであって、我々にとってのソウルフードじゃないから。日本のソウルフードという割には、我々の方がラーメンを食べる頻度が高くないか。自分はかき氷とリンゴ飴だったかな。なんか味のないリンゴを食べているような感じだった。別に美味しくないよな。え、むしろラーメン屋よりも空港で食べたラーメンの方がさらに美味しかった記憶しかない。ああ、シチュエーションか。確かにシチュエーション重要だよね。とにかくめちゃくちゃ塩辛い。ああ、塩辛いの。渓谷のクッパのようなものだと思う。知らねえな。予想以上にこってりしてる。でもあっさり系のラーメンはあっさりしすぎてるし、ちょうど中間くらいのラーメンを見つけるのが難しい。ああ、自分はイタリアのピザがかなり美味しいと聞いて期待していたんだけど、ピザはやはりピザだったという経験をしたことがある。店舗で焼いてくれたピザだったんだけど、あそこまで期待しておいてめちゃくちゃうまいとか、そういう感じにはならなかった。わら。確かにね。確かにそれはあるね。ラーメンに幻想を抱いた男が日本旅行に行った時、旅館で荷物を解き、近くのラーメン屋で注文を済ませ、期待に胸を膨らませた顔でスープをすすって思わず簡単な声が漏れる。しょっぱ。私は東京駅のラーメンストリートという場所で塩ラーメンを食べましたが、それは美味しかったですよ。雰囲気のせいかもしれないけど、普通のお店のラーメンよりも屋台のラーメンの方が美味しかった。自分もほとんど口に合わなくて、美味しいと感じた店は2店舗だけだった。2店舗もありゃいいんじゃないの。じゃあですね、チャットの反応いきましょう。はい、それではですね、上の方からいきますかね。まず漫画基準で日本に来ようとするな。日本の漫画読んでんじゃねえよ。そりゃお前らにはカプサイシンが足りないだろうよ。インスタントラーメン自体にはわからんだろうな。欧米人は絶賛しているようですけど、見るなよ。お前らはからしラーメンでも食べてろよ。お前らカプサイシンがないと物足りないんだろ。お前ら唐辛子打ち込めばうまいと思ってるんだろ。わらわら。まあね、隠し味の大腸菌がないからね。そらからしラーメンをありがたがって食べてる奴らの口には剛腕さ。わら。旨味がわかんねえんだもん。スープは旨味の塊だからな。あや、そりゃ渓谷人の口には合わないでしょうよ。基本的に辛くないし、ぐちゃぐちゃしてないし、一味をドバドバ入れたら好きな味になるよ。わら。お前らのインスタントと一緒にすんな。渓谷料理は日本で食べるとうまいらしいぞ。わら。震災の時にからしラーメンが売れてなかった、それが答えだろ。それだったら蒙古タンメンの北極ラーメンでも食ってみろや。バカ舌貧乏舌のお前らにはわからんよ。わら。日本には辛いラーメンは少数派、渓谷に合わせて作ってない。味覚が違うんだから当然だろ。辛味に負けないくらい砂糖ぶち込んだり塩辛い味付けじゃ日本食が口に合わないのは当たり前、舌がバカになってんだよ。渓谷人はインスタントじゃないと口に合わないんでしょ。わらわら。
さんで食べた名物の海鮮鍋は生臭くって口に合わなかった。多分下処理がきちんとできていないけど文句も言わないぞ。日本のラーメンは種類が半端ないぞ。少し食べたくらいでラーメン語るんじゃね。どこぞの DJ も中本に行ってるし辛くないとダメなんだろうな。わら。あ、なんかまた日本に来たんでしょ。そういえば DJ そうだ。なんか非難殺到、そんなところで写真撮るなっていう風に非難殺到がっていう話がありましたけど、歌舞伎町で撮った行動に非難の声らしいね。うん。ピザ、警告さ、イタリア公認のお店とかあるの？お前らのパカ舌に合わせてないんだよ、わらわら。都民で渋谷にいんだ。うん。屋台のラーメンは酔っ払ってるからうまく感じるのよ。味覚がダメになってんじゃね？知らんけど、わらわら。出汁の旨味や香りを感じられないんだな、わら。デスソースでもぶち込んどけばいいんか？味覚が違うのは唐辛子で舌が麻痺してるせいだと思うけど、何味だと美味しいと思うのかね。カプサイシンがなくて脳内麻薬が出なくて不満なんだろう。富山ブラックは日本人でもしょっぱいぞ、うまいけど。ハロウィン目当てなんだ。体調悪くてホテルにこもってだって飲みたけど、わら。ラーメン棚の守護神災害時でも売れ残るからしラーメン、わら。体調悪くてホテルに缶詰とか見たけど。ハロウィンで触られたとか騒ぐ予定か、わら。屋台の味はシラフだとなかなか微妙なところがまあ多い、わら。はい、ということでね、何騒動の DJ ソーダがアスカキララとコラボ。来日イベント前には新宿靖国通りで路上ゴロリ撮影。あー、単なる目立ちたがり屋だね。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたやらかしに来たんだと思った。うん、なんかやらかしてますよね。ではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたらこちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方はチャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。